やべ、電車が。この髪色になってから1日目なんですけども、こんな感じでございます。そこまで変わってないんですけども、思ったよりもピンクがね、1日目の割には色落ちしてるのかなと、なんとなくですか、てなわけで、1日目でした。次行こう。はい、次の日ですね。同じく次の日でございます。こんな感じです。若干セットしてるのでちょっと雰囲気は違うんですけども、まずこんな感じということで、いやー、鮮やかですね。本当に。本当に色鮮やか。やべ、電車が。行ってまいります。そして次の日。あ。なんかね、この髪色が綺麗な川に流れてる桜の花びらみたいって言われました。まあそうですね。綺麗な川を流れている桜の花びらということで、春のさりを表現した髪型となっております。後付けです。ピンクに関しては結構色落ちが進んでいるというか、青に比べると早いかなという。で、こう、シャンプーをしている時にですね、まあ、青い泡が出てくるんですよ。で、その青い泡で、このピンクのね、すっごい薄い部分、毛先とかが、若干こう、青っぽくなっているのかなと思う。なので、ピンクのね、毛先にちょっと青がね、シャンプーのせいでちょっと入ってたりとかする、なんとも不思議な色でございます。ということで次の日行ってみよう。はい、ということで、まあ、こんな感じでございます。あれですね、やる気のないヘアセットですね。はい、はい、どうも。だいぶ色が落ちてきましたね。特にピンクがもう白っぽい感じになってきました。で、ピンクの毛先とかもうすごい薄くて、で、その薄いピンクに下の青い部分の色素がシャンプーで入っているという状況でございます。もうなんか染めた当初とはね、すごい違う色になってきたなって感じですね。もうなんだこれは。てなわけで、こちら色落ちの状況でした。続きをどうぞ。まああれですよね、もうピンクが、ペールピンクはもう9割色落ちをしているのではないでしょうか。もうピンクがね、ほぼほぼない感じです。そろそろ次のね、色入れましょう。どうしようかな。ってことで、スペクトラムカラーズ、ビビッドブルーと、ペールピンクの色落ちの終了です。ああ、こんな感じになったよっていうね、感じです。うん。見た感じ、この青がね、残ってるんですけど、
ピンクは完全に落ちてということで。で、まあ、青もなんか、水色っぽい感じ。水色っつか、ね、初音ミクみたいな、こう。大体なんかですよね。青とか緑に染めると、最終的にっていうか、初音ミクになるっていう、色の具合がね。ということで、まあ、こんな感じでございます。ピンクに関しては、まあ、完全に落ちたかなと思われます。まあ、若干、こう、ほんのりピンクっぽい感じもするかなと思いつつ、こんな感じでございます。ということで、スペクトラムカラーズの、どこ行った?あった。スペクトラムカラーズの、色落ち工程でした。ペールピンクはね、すごい結構早く落ちたかなって感じがしました。で、ビビットブルーに関しては、とても色持ちがいいかなと思います。ということで、まあ、種類がこう、あって、ペールなんとかとか、ビビットなんとかみたいなのがたくさんあるんで、まあ、ビビットに関してはすごい、パキッと色が入って、色もちろん、まあまあ良くて。で、ペールピンクとか、ペールの方は、優しく色が入って、その代わり色がね、結構割と早く落ちちゃう、的な感じかなと思いました。ぜひね、スペクトラムカラーズ、使ってみてください。特にね、青とか、ビビットブルーとか、おすすめです。ということで、参考になったら、高評価の方もお願いします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたのご視聴お待ちしております。では。